アトラスはニューヨークミッドタウンのロックフェラーセンターの正面インターナショナルビルディングの中庭内にあるブロンズ像。前方には5番街を挟んでセントパトリック大聖堂がある。天を抱く古代イギリシャタイパンのアトラスを描写している。1937年に設置され彫刻家リー・ローリーがレナポール・チャンベランの助けを借りて制作したロックフェラーセンター全体と 同様、アールデコ様式である。彫刻のアトラス像は15フィートで、像全体は45フィートの高さがある。重さは7ショートトンであり、ロックフェラーセンターで最も大きい彫刻である。アトラスは肩に、天のアーチ型天井を持っているように描写されている。肩に乗った、天球儀の南北軸は、ニューヨーク市からの北極星の位置を指し示している。角が5番街に面した、 小さな石の台座の頂上に一本の筋肉のある足で立っている。1937年に発表された際には、イタリアの独裁者ムッソリーニに見えると主張する人もいた。後に、画家のジェームス・フラッグは、ムッソリーニがそのように見えると思っているように見えると言っている。それ以来この作品は、オブジェクティビズムの象徴とされ、アインランドの小説、肩をすくめるアトラスに関連付けられた。 テレビシリーズ36区のほぼ全てのエピソードに登場している。シリーズが撮影された36区エラープラザを描くエスタブリッシングショットの多くに登場した。ほとんどのレインフォレストカフェの場所には噴水のある滝に玉の赤道を突っ切る緑のネオンの文字レスキューザ・レインフォレストが書かれたこの像とよく似た像が置いてある。ありがとうございます。